はい、今東京ドームに来ております。そしてですね、今日の目当てはですね、まあ、もちろん私は巨人ファンではないのでジャイアンツではありません。はい、あの G ストアにですね、ちょっと今あるコラボイベントが開催中ということで、ちょっと突撃していきたいと思います。はい、G ストア着きました。イベントはですね、もう見たら分かりますね、現在鬼滅の刃とスポーツがコラボしているということで、それを見に来ました。はい、すごいですね。はい、じゃあグッズも買ってまいりましたので、これをですね、ちゃんと開封して、皆さんにお見せしたいなと思っています。いやー、しかしね、鬼滅フェアすごいですね。はい、ちょっといろんな球団のところにこれから行きたいなと思います。はい、これはあの、そしてこのこれすごいね、鬼滅商品のラインナップが並んでいますね。はい、ここにね、鬼滅商品がラインナップされてましたね。このヘルメットすごい、あ、帽子か、帽子すごいですね。すごい、巨人の帽子で、ファンロジさんのタオル、ここグローブですね、の神かぐ、ネズコのバッグ、クリアファイル、うん、ね、すごっ。いやー、鬼滅コラボまだまだ楽しめそうですね。はい、それでは、家に帰ってきてましたので、先ほど買ったグッズの方をご紹介していこうと思います。では、はい、まずはですね、まあ、これまたあのブラインド商品じゃないやつからご紹介するんですが、はい、これを買いました。アクリルスタンド、ね、ジャビットくんが炭治郎の市松模様のやつをね、あと善逸をちょっと買いました。なんか善逸ちょっと巨人のイメージかなっていう、なんかね、オレンジがね、髪の毛に入ってるしね、というわけです。これね、なんかアクリルキーホルダーもあって、アクリルキーホルダーの方がね、でっかいんですよ、このアクリル自体は。けどこれスタンドがね、ついて、これスタンドもかっこよくない、これ善逸の、じゃあちょっとジャイアンツっぽいよね、善逸って。はい、というわけでこのね、善逸のアクリルスタンドも買いました。そしてジャビットのやつも、買いましたので、これちょっとまず12球団集めようかな。これはね、いいよね。これ、めっちゃかっこいいよ、これ。はい。ジャビット君のアクリルスタンド。いいですね。これ12球団、ちょっと集めたいと思います。はい。ではですね、ちょっとこの、ブラインド商品、ね、開けていきたいなと思いますが、まずはですね、じゃあまずはこの、ですね、トレーディング缶バッジ、これね、なんか缶バッジでね、なんかメッツって書いてて、名前が炭治郎たちと柱たちの名前がね、書いてあるんですよ。これ多分ねずこだけねなんですよ、字がメッツじゃない。そういうところもちょっとネズ、まあ2個だからちょっとネズコ当たんないと思うけど、ね、だってジェイホビー TV さんもネズ、めっちゃ買ってたけどネズコ当たってなかったからね、
さあではどうなるのか、1個目は誰かって、お、姫島さんですよ。姫島さん、昨日誕生日おめでとうございます。はい、昨日誕生日ショートワード書かせていただきましたけども、はい、姫島さんですね。すごいな。はい、では次ですね。これマジネスコあったらすごいぞ。まあ、2個だからね、当たんないですけど。よ、次はじゃ、おー、渦井天元。はい、今度ね、遊郭編の主役じゃないですか。さあ、じゃあ滅ということで、姫島さんと渦井天元、なんかだいぶ大人な柱が2人出てまいりましたけれども、はい、それでは次はじゃあこれにしようかな。これはなんかね、あのこれなんかタオルがいっぱい、動画でもね紹介しましたけど売ってるんですよ。この名前が入ったそれをそのままちっちゃくしたようなアクリルクリップですね。ちょっと開けていきましょう。さあ、誰が当たるのか、いきますよ、せーの、ふっ、お、これねずこ当たったこれはねずこ当たりました。かまどねずこ、見て見て見て、かまどねずこ当たりましたよ。いいですね。最後は誰なのか、13種類いきますよ。まど、うっ、おー、また姫島さんすごい、ちょっと誕生日来てるね。姫島さん誕生日次の日で姫島さん2つ。皆さん、姫島さんのショートワードこちらからどうぞ。これなんかここでも姫島さん来てほしい。ここまで来た。じゃあ次はこのシークレットポストカードを、開封していきたいと思います。まあ、できればね、このちょっとオリジナルなこの4枚。このジャイアンツ。あとはちょっとなんかいつもの絵なんだよな。柱の3人は。あ、柱の3人ね。柱が普通の絵なんだ。炭治郎たちのミニキャラができれば当たってほしいですね。まああの柱のやつにもね、ちょっとついてるんですけど、ジャイアンツマークは。やっぱね、オリジナルが欲しいよね。せーの、ちょっ、あ、わかんない、なんだこれ、誰だ誰だ誰だ、なんかちょっと紫っぽいから違う。おお、三井さんでーす。安路寺さんでーす。これね、ほら、巨人と鬼滅の刃っていうね。これね、これ送れんの、ポストカード、これ送られてきたらすごくない？これなんか、微妙にほら、キランキランって鬼滅の刃って。ほら、おーおーおお、鬼滅の刃ってなんか、ちょっと、透かしてある。すごい。はい。よし。じゃあ次。ミニキャラ欲しいな、1枚は。まあでも、柱の方が確率高いんだよな。9枚あるから。柱9枚あるからね。13分の9はこの柱だからね。頼むよ。やっ！おー、また渦井天元。はい、ジャイアンツ。はい、というわけで、まぁ、ちょっとなんかすごい、柱はなんか同じ人が、今日は大人な日ということで。すごいね、姫島と渦井以外、甘露寺さんと禰豆子しか当たってない。というですね、結果でありました。はい、じゃあジャイアンツはもう、もちろんね、この程度にしていきます。もう、これ以上勝ってたらね、破産しちゃうんで、ジャイアンツはもうここまでですね、私はね。ただ、12球団。また、プロ野球。まあ、ちょっと J リーグ、B リーグまではちょっとね、まあ、予算がどうかっていうところがあるんで、わかんないですけど、まあ、プロ野球12球団は、ぜひ追いかけていきたいなと思っていますので、ぜひ動画も見てくれたら嬉しいです。さよなら。